雪の美術館は、北海道旭川市の北海道、伝統美術工芸村に存在した雪をテーマにした美術館。音楽堂北海道大学の小林貞作が死去した際に研究資料として、大雪山系の雪の結晶の写真が遺族から帰宅されたことがきっかけ。1991年5月26日に開館。国際染色美術館。 有価カ式工芸館と共に、北海道伝統美術工芸村の一部として運営されていた。ビザンティン建築様式で作られた建物は、カフェテラス、スノークリスタルルーム、螺旋階段、氷の回廊等に分けられる。館内の音楽堂は200席あり、各種の音楽イベント、及び結婚式場として使用された。氷の回廊は二重ガラス構造で、ガラス面と回廊の間に、 空気の空間を設けることにより、結露防止が施されている。工芸村専用無料バスが市内を運行しており、3つの施設を自由にいる体感できる参観共通券もあった。開館後、バブル崩壊の影響や、工芸村の前を通らず、旭川市内へ直行できる高速道路が完成したことにより、観光客が減少した。2004年に競売にかけられた後、 2005年2月に民間企業が落札、雪の美術館を含む工芸村全体の経営を存続させた。2014年には旭川市内の婚礼業者、マリーブラッサムに移管され、同社が施設を退職し、営業を継続した。また、ディズニー映画、アナと雪の女王のヒットにより来場者の急増が見られた。2016年12月12日、 北海道伝統美術工芸村が旭川地方裁判所から破産開始決定を受けたが、有価良識工芸館や国際染色美術館とは異なり、雪の美術館の運営は別法人が行っていたため、営業が継続された。しかし、2020年には新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、経営が悪化し、6月末をもってマリーブラッサムが撤退して、 閉館を迎えた。その後は、旭川市の栄光財団が、本施設を含む工芸村3施設の取得交渉を行っていたが、2020年7月末には、取得を断念し、施設取得に関心を示す。他の事業者もないことから、施設存続に向けた動きは白紙化されたと報じられた。2021年8月18日、 ツルハホールディングスなど3企業が、雪の美術館、有価良識工芸館、国際染色美術館の3施設を共同取得することになった。ありがとうございます。